今回は、ロシアの民間軍事会社ワグネルトップのプリゴジン氏による武装反乱、えー。プリゴジン氏が、えー、行方不明になって、消息明になってたんだけど、えー、26日昨日にね、まぁ、あ、SNS で音声、えー、メッセージを投稿して、えー、たということで、えー、そして、えー、今日ですね、 えー、プリコジン氏がベラルーシに到着という情報が入ってます、えー。所有ジェット機が軍用飛行場にということで、えー、今後、この、えー、ロシア国内内乱、えー、これはどうなっていくのか、ワグネル、そして、えー、プリゴジン氏はどうなっていくのかっていうのを多くの方々が注目しているところかなって感じがします。 ベラルーシということで皆さんね、ベラルーシ行かれたことがある方いらっしゃるかもしれないんですけど、私自身ベラルーシ、ロシア、まあ、ウクライナ全て行きましたけど、ベラルーシがどういった国なのかっていうのは、この動画最後に再生リストでベラルーシの動画貼り付けますので、ぜひともご覧いただければと思います。ベラルーシの独立系軍事情報監視団体、ベラルーシガユンですね。ベラルーシガユンは、 えー、ワグネルの創設者プリゴジン氏が所有するビジネスジェット機が27日午前7時40分、日本時間でいうと、えー、今日の午後1時40分ですね、えー、ベラルーシの首都ミンスク郊外の、えー、軍用飛行場に着陸したと、えー、伝えられました。えー、プリゴジン氏は24日夜、 ロシア南部ロストフ州の軍司令部を車で離れる様子が動画に映っていたということで、これはまあメディア各種媒体が流しているのでね、多くの方が見られたと思うんだけど、その後、所在が不明になってたわけです。26日、そして26日の夕方、昨日ですね SN、SNS 音声メッセージを投稿し、今回の判断に政権転覆の意図はなかったと主張をしました。 これに対して、ま、反乱罪を問わないと伝えていたプーチン大統領であるんですけど、えー、夜に異例の演説ということで、ま、反乱を正当化したプリゴジン氏を処分検討かということで、えー、実際のところはね、えー、プーチン大統領はプリゴジン氏に対して横を持てない暗殺したいと思っているような実情でしょう。えー、ただ、ここでもし暗殺した場合、ワグネル裏で操ってる人もいますから、えー、そして下にいる人々もいますから、 えー、そういった人々が再び、えー、ロシア軍、プーチン大統領に対して牙を剥く可能性があるので、えー、そこに関しては踏みとどまっているのかなってうの思うところです。プリゴジン氏の命を取ったら、えー、それによって、えー、ワグネルがまた動いてくる可能性があるので、なかなかできない、えー、のかなってうの思うところです。えー、プーチン大統領は、えー、これに対してですね、えぇ、ゼスで反乱の首謀者は国家を弱体化させる犯罪行為に手を染めた。 どんな場合でも反乱、鎮圧されるんだろうと表明したわけですけど、まあかなり怒っていたっていうのはわかるんですね。国家特務を裏切ったとプリコ人種を改めて非難したということなんですけど、えー、これに関して、ロシアの連邦保安局ですね、FSB ですね、SVR ってのは対外情報、ちょうど CIA みたいな感じなんですけど、FSB、FBI みたいなものです。アメリカで言うね。ロシアの、えー、その、 え、プリゴジン氏にね、夜反乱に関する、捜査集結を発表したということで、FSB は、プリゴジン氏に対して、武装反乱を先導した容疑で捜査を開始したということで、この反乱に参加したワグネルの戦闘についても、武装反乱の容疑で捜査しているというふうに述べています。で、先ほど入った情報なんですけど、ベラルーシのルカシェンコ大統領が、ワグネル、 えー、プリゴジン氏、そしてマグネルの部隊、えー、戦闘員を受け入れることを歓迎するというふうに発表がありました。えー、ただ私が思うのは、ロシアとこのベラルーシと非常に仲良い中、えー、ね、えー、プーチン大統領、えー、ルカシェンコ大統領ということで、まあ立場上からすれば、あのね、ロシアの方が強い国なので、頭が上がらないのもあるんでしょうけど、 え、仲間の国ですから、正直まあ、プリゴジン氏がベラルーシに到着という情報があります。もしくはワグネルの戦闘員がベラルーシに移動するということも言われてますけど、えー、そこからとなると、まあ、ロシアのもちろん情報機関ですね。隣、えー、国、そして仲良い国なので、えー、暗殺部隊なんかも入ってますので、えー、ベラルーシ入ったとしても暗殺される可能性が高いのかなっていうのはね。 思うところです。えー、今後、このワグネルの動き、動向に、まあ、世界が今注目しているところですけど、それ以下によっては、えー、今後ね、ロシア、まあ、ウクライナ侵攻がなかなか容易に進まずに、ロシア国内の内乱に進んでいく可能性があり、 これによって、ロシア連邦自体が解体される、ソ連、ソ,ソビエト連邦が解体されたと同じようにね、ロシア連邦が解体される可能性が出てきています。これはロシア国内、前もさえさせていただいた通り、数多くの民族がいてね、ソビエト連邦から分かれたロシア連邦とは言っても、このロシア連邦の中にもいろんな民族がいてね、そこで独立をしたがっているところもあったりするので、 えー、今後、ロシアの内乱からロシア連邦を解体していく可能性もね、私はこれ否定できないかなって思うところです。でそこで鍵を握ってるのが、えー、プリゴジン氏、そしてワグネルかなっていうの、ね、思います。 えー、ここでまた、旧、えー、ソ連再判、えー、します。その中で、まあ、現地実力動画ということでアップしたいと思ってます。ぜひ楽しみにしていただければと思います。えー、この動画最後にね、えー、ベラルーシ、訪問した時の映像を再生リストでまとめておりますので、ぜひね、ベラルーシーとはどんな国か、どういったところか、現地の映像をね、ご覧いただければと思います。チャンネル登録いただいてない方ね、チャンネル登録いただければと思います。どうぞよろしくお願いいたします。